はーい。はーい。こんにちは。始まった？始まった。さ、ハイキステージエースの磯部兄と、かやななこです。よろしくお願いします。お願いします。遠すぎてコメント全然見えないっていう。ちょっと近くて。ハロー。ハロー。大好きです。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。土曜日だ。土曜日だ。何？今日予約イベント頑張ってね。ありがとうございます。ます今日はエースのね、エース T シャツ、エースくん T シャツ。うん。で撮影会なんで、もし来る人は T シャツをね、着てきてほしいな。ぜひぜひぜひ着てきてほしいなと思います。部活行ってくる。頑張ってください。いいな。部活。部活いいな。やりたかった。そう、なんか、運動部憧れる。運動部じゃなかったから。うん。なんかね、陸上とか、でもタヤはテニス部っぽい気がする。本当に、あの、小学生クラブあるじゃん。テニスクラブだった。テニスクラブだった。あのさ、素振りの練習するじゃん。うん。それで、あの、その言葉がね、うん、チャーシュー麺だったの。わかる？なんか習った気がする。本当に？なんか、うん。それね、チャーシュー麺ってみんなでやって、うん、で、雨の日は下敷きを持参してきて、うん、教室。下敷きってノートの？そうそうそう。で、うん、机合わせて、うん、ピンポン玉あるじゃん。うん、それで、ね、打つの。卓球したんだよね。うん、それって、あれなってんの？ん？ちゃんと練習なってんの？なってるなってる。あ、ほんと？たぶんね、半分遊びで、あー、まあ、クラブだからね。うん。小学校のクラブはね、バトン。うん、バトンクラブ。うん。ほんと？できんの？できんの？できるよ。いつでもバトン持ってきて。まず、バトン持ってないよ、家に。すごい。バトンなの？想像と違うわ。バドミントン部。バドミントンのさ、パーンってあの、あー、いいね。あの、うん、いいよね。好きだね。あの縁に当たった時のね、残念な感じね。そう、あのさ、カーンってこう入って投げる、うん、初めでやるじゃん。うん、それをさ、うん、ストライクするとさ恥ずかしくない？恥ずかしいだよね、うん。運動神経良さそうだって本当ですか？ね、良さそうって思うでしょ。悪いよね。悪いの？運動神経悪いっていうかね、物による。あ、そうね。そう、球技が苦手。球技、球技が苦手。なんだっけ、球技。ボール。そうそうそう。あ、それはちょっと苦手かも。うん。うん。あのね、飛び箱が一番得意なの。飛び箱何段何段いける？ね、学校だったら、うん、学校でやったのはね、何なんだっけな、8とか。すごい。割とだね。そう、割といった。飛び箱の上でさ、でんぐり返しとかする技とかやらされるよね。あれ、いつ使うのっていう。それは思う。結構楽しいんだよ、それ。昨日、カラオケでロックスター歌ったよ。お、ありがとうございます。たまにさ、うん、自分たちも歌うよね。歌う。自分歌うもん。うん。でも、高すぎるもん。高いね。サビが。そうだね。なんか友達とかからも、高すぎて歌えなかったとか、うん。ね、もうそれ言われるわ。でも、ふわふわシュガーラブとかも歌う。そうだね。あのさ、歌ってさ、うん、なんじゃこの歌詞ってなんない？ああ、これ、そわそわラブって言ってるんだ。そうなんだ。初めて知るっていう。ああ、みんな。スカートに書いてある番号だって、エースの。今でも今の衣装は書いてないもん。前の衣装ね。うん。何番？ 10 番。10日生まれだから。17番。1月7日生まれだから。単純。どっちも誕生日じゃん。あの、いつまでも秋が来ない番号。うん、あ、ほんと？誕生日、うん、自分ね。そうそうそう。好きな教科は？現代文。おー。現代文。なんで？得意。得意。なんだろう。得意。得意なのは特にないね。あ、好きなのは、うん、家庭科とかさ、もう体育系。あ、それはね、うん、楽しいよね。やってて楽しい、楽しい、うん。もう、書くのは無理だ。無理だ。
うん、書くのは無理だってさ、ほとんど書くやつじゃん。そう、だから本当に、本当に苦手。本当に苦手だよ。めっちゃ学生トーク。だって学生ですもの。数学得意。あ、数学はね、いいな。文系だよね。うん。私たちはね。そうだね。文系です。数学はね。跳ねてる。なんか跳ねてるよね、髪の毛。今言わなくてよくない？あ、すいません。今言わなくていい。失礼しました。うん、字綺麗。たや字綺麗です。まあ、あんちゃんも負けてない。あの、大人が書いた字って感じ。そう？うん。でもあの、硬筆ってあるじゃん、小学生の時とか。あれ、もう超ね、本気出してた。マジで、ね、マジで、ね、うん。終わるのが人より遅いのだから。超ゆっくり書いてる。みんなさ、あの、初めはさ、うん、どのペンで書こうとかさ、考えてさ、最後はさ、さーって書いてさ。もうさ、最後の3行とかさ、適当になってくるよ、ね。そう。あと、習字とかすごい、二度書きとかするタイプだった。してた。あの、瞬。やってた。修正ね。そう。もう、書道、でも、高校ではやってないよね。高校やってないね、書道。中学やってないの中学、ちょっと待って、中学はやった。あれ？やったかな？うん。やったよ。中学の記憶が。見据えんの早くない？中学校やった。やっぱあんちゃん髪が生えてるの気になるって。気にするから気になっちゃうね。やっぱちょっと跳ねてるよね。後で修正しない。後で修正しないと。お互いの好きなところは。へぇ、でもなんかね、趣味が合うよね。合うね。趣味が。なんか、人が、なんで、やばい。人が、なんかご飯食べてる動画とか見るのが好きだよね。うん、大好き。そう。なんかご飯が好き。ご飯が好き、そうだね。ご飯が好き。あんちゃんね、やっぱね、うん、一緒だよね、好きなものが。そう。見てる動画も一緒だしさ、うん、落ち着く。あれ見てるって言ったらさ、わかるよってなる。うん。みんなわかんないね。二人で出かけるならご飯を食べに行った。ご飯食べに行ったよね。この前も行ったね。ご飯食べに行った。うん、もう最高に美味しかった。うん。何？朝ごはん何食べたの？それはね、秘密だよ。だって朝ごはん別に秘密にしなくてよくない？それは秘密だよ。あ、本当？うん。あ、じゃあ秘密にしとく？うん、秘密にしよう。は、トマト好き？トマト？トマトめっちゃ好き。トマト普通に好き。トマト大好き。で、入江さんがトマト嫌いかな。そうだね。嫌いだね、トマト。うん、トマト好き。普通に好きだよ。トマト大好き。うん。卒業シーズンです。卒業の思い出は？卒業の思い出。なんだかな。なんだか。ああ、うん。ある。卒業式の練習で寝てた。寝たの？うん。ね、ありそれ。卒業証書授与の時間ってさ、長くない？長い！長い！何時間やってんのって。あのね、うん、4組までだったっけよ、うん、自分の、あれが、うん、学年が。だから中学？そう、4組までずっとこうやって待たなきゃいけないの。え、6組までって。あ、それはきつい。うん、それはきつい。そう。長いあれ。長いよね、あれ。そう。あれは、あの、在校生の時に寝てた。最低。しょうがないんだ。だから、あの、返事の仕方とかすごい練習させられない。そうはい声が小さい。磯部あんり。はい確かにあった、それは。うん。もうちょっとで、でも卒業式だ。ね、そうだね。昨日もね、練習した、歌の練習とか。ああ。そう。去年卒業したから、中学校。まだだね。こっちは中学校。まだだね。まだですよ。中学校のね、卒業式が、うん、あの、小学校よりもね、悲しい。うん、は今、姉妹っぽいって書く。本当よかった。そうですか。よかった。よかった。お互いの第一印象は？へぇ。なんだろうな。話しかけづらい。ね、誰だろう誰だろうってさ、それ、誰だろうだね。誰だろうだ誰だろうだね。そう。一生懸命話しかけたわ、タイヤに。本当に、うん、ああ、確かにそうだったね。なんか、別にそんなに
興味なかったけど、うん、そのリュックめっちゃ可愛いね、うん、もうねそうですねはい、はい、もうそう答えるしかないもんね、うん、中1です。いいな中学1年生、戻れるものなら戻りたいよね。なんかさ小学6年生の時ってさ自分すごいお姉さんだと思っててさ、うん、中学入ったらさ、うん、中学1年生ってすごい小さく感じない？あそれはある、うん、あるある、あの中学1年生こんなちっちゃいっけ、うん、ちっちゃいっていうかなんかあのさ高学年じゃん小学6年生って、うん、だからだよね。そうすごい大人になった気になって、うん、中学に行ったらすごい、ね、そうそう、うん、後輩感がすごいうん、わかるわ、それ。すごい。中2。小6。小6。いいなぁ、小学校は。本当に楽しい。本当に楽しいよ。うん。本当に楽しい。気づいたらもう高校生。やだぁ。そのうちさ、気づいたら20歳とか言ってんでしょ。気づいたらもう30歳だとか言って。やめて。やめて。今身長何センチ？測ってないんだよね。今、100。56センチです。いやいや、ない。多分、全然測ってないけど、多分163はあると思う。いいなぁ。160欲しいんだよね。でもなんかもうの、もう無理な気がする。もう止まった気がする。さすがに。160あるかと思った。本当ですか？いやでも、160行った時の自分めっちゃ嬉しかった。やっぱ、うん、到達した感あった。そうそう、来たーってなった。あ、うん、なんかあこ最近さキャノンボールとさ、うん、青い赤のジャケット写真が公開された、うん、されたんですよ。うんうん、されたね。キャノンボールの車の前でみんなで一列になってるやつ。ああ、なんかすごいちっちゃいなんか入江さんと同じ背なのに、うん、すごいちっちゃく写ってて、うん、どうしたことかないやーでもいいんじゃない、いいバランスが取れてるから。あ、ほんと？うん、いいバランスだよ。ほんと？うん。あー、メンバーカラー東京どうやって決めた？おー、すごい前の話だね。そんなになんか行ったらなんか決まってさ。うん、なんかね、行ったら誰だっけな、でもキリちゃんは黄色だよねみたいな感じだったよね。そうそう、キリちゃんは何があっても黄色だよねっていう。そうそうそう。でもさ、うんうん、紙にさ、なんか誰々何色、うん、何色って書いてあったじゃん、うん、黄色だったの。いや、黄色だったの。そう全然覚えてない。覚えてないでしょ。だから黄色着てないもん、一回も。でもは、ハチが丘どこだよ、それ何と、声出そうぜ。あ、そうだね。すごい真剣に読んじゃった。あと2分ぐらい。ショータイムやる？やる？やろ？やる？うん。あと2分ぐらい。超ハイテンションなピースしよう。うん、わかった。せーの。え、もうやる？うん、もうやる。え、せーの。イエーイ。え、全然ハイテンションじゃないじゃん。いいかな。ハイテンションってどういうこと？沖縄来たことある？沖縄行ったことないです、私は。今日行きたいの。行きたい。死ぬまでに行きたい場所、行きたい場所に入ってる、うん、入ってる、うん、海を見たいです。そうだね、海見たいね。うん、わかる、それ。ジェットコースター乗ってるみたいだった。ジェットコースターって手上げた方が怖くないんだよ。そう言うよね。そう、でもね、あって、そうじゃん、うん、でもさこうやってんだよ。うん、やってるけど急降下するじゃん、うん、自然と手が前に来るんだよね。来ないよ。来る来る来る。こうやってなんか上げると手をここのなんかふわふわする感じがない。嘘。うん、よし、じゃあ今度実験してみよう何今棒読みたく、よし、じゃあ実験してみるから。本当に本当にエースポーズしてやって。こう、エース、エース、スポーツで公演頑張って。ありがとう、ありがとうございます。ジェットコースター乗れる？超大好きです。克服した。した？でもあのまだ、え、乗れないじゃん。待って、タイヤ乗れないじゃん。タイヤさ、あの
の、こうやってぐる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 するだけでずっと乗ってるの。いやね、あの、違うの、あの、遊園地とかにある、本当に、本当に、本当に、やばいジェットコースターあるじゃん。こういうやつね。あれはまだ乗ったことがない。乗ってみて。楽しいから。あの、本当に、夢の国の、ものじゃないと乗れない。夢の国すごい安心感すごいからね。そう、安心感すごいんだよ、うん、それは乗れるの。でもね、こうやってなるやつすっごい楽しいよ。本当に気分爽快。え、まあ、まあ、本当にね、あの、起きるじゃん、うん、気持ち悪くなっちゃうわけよ、うん、え？え？もうもうなんかお腹がさ出そうって感じ。ふわーってなる。もうそれが本当に嫌なの。本当に。だからジェットコースター本当に自分の中ではこうやって上がってって、うん、もう横に曲がったりもう変な、うん、グニグニしてたらいいわけよ、うん、落ちなくていいの。え、でもなんかさ、グニグニしてる方が怖くない？怖くない。落ちた、取れたらどうしようって思わない？思わないね。ジェットコースター。あ、ハート、皆さんありがとうございます。あ、ん？ 5 万ありがとう。ありがとうございます。じゃあね、うん、そろそろかな。そろそろですかね。うん、皆さん、うん、見てくださってありがとうございます。何？最後締めてよ。え、締める？最後締めてよ、うん、では公園に行っていきたいと思います。レッツラゴー！そう、じゃあね。え？あっさり。バイバーイ！バイバーイ。あー！